大阪でもあんなランチはない。すっごい大規模な百貨店かと思ったらマクド。ブカレストでは私こういう建物の方が惹かれるんです。はい、ということで今回最終回となりますユーレルグローバルパスを使ったヨーロッパ鉄道旅、最後までちょっと甘噛みで申し訳ないんですけれども、今回も一応おさらいだけさせてください。フランスを出ましてスイス、オーストリア、そしてチェコ、スロバキア、ハンガリー、そしてハンガリーからルーマニアには夜行列車でやってまいりました。今日はブカレストの様子です。はい、ということでルーマニアのブカレストに到着いたしました。ブカレスト北駅でございます。17時間の鉄道の旅でございました。でもちゃんと、まあ、寝れたのは寝れたんでそんな疲れておりません。ただこのブカレスト北駅1個改札を出たらめちゃくちゃ治安が悪いとこなそうなので、気をつけながらホテルまで行きたいと思います。駅はねほんまに混み合ってる。なんか夜の時間はすごく危ないっていう風に、まあ、ネットで見ました。まあ、私実際夜来てないんで何とも言えないですけど、今はそんなにめっちゃ危ないっていう感じはしないですけど、別に客引きとかも特に私はされてないんで、まだ来てからなのであれですけど、まあでも夜とかだったり人気少ない時間だと危ないのかもしれません。っていうか駅のまあ反対側とかも見てないんで何とも言えませんか。では早速駅からですね、ウーバーに乗り込みましてホテルへ向かいます。約15分間の乗車でございました。それではここでちょっと簡単にルーマニアって国はどういうとこなんだいっていうのをお伝えできればと思います。現在のルーマニアはですね、1989年に建国されました。その以前はルーマニア社会主義共和国という形で1965年から89年まで存在しておりました。でそもそもルーマニアという名前ですけれども、ラテン語でローマ人の土地という意味だそうでございます。公用語はルーマニア語、現地の通貨はルーマニアレウというものが使われております。人口は約1924万人。首都はこちら国内最大の都市でもあるブカレスト。そしてまたルーマニアはですね、ドラキュラ伝説でも有名な国として知られております。おお、ホテルですね。旧市街のところに撮ったんですよ。で多分ここかな。すごい街並み綺麗。今のところ、まあ、タクシーから見た景色だけですけれども、すごい好きな感じ。なんか新旧入り混じった感じで、その共産圏時代のなんか名残ある建物も結構あるような感じやったし、でこの近くになんか結構有名なレストランがあるって書いてあって、ランチがすごいコース料理みたいなんでもすごい800円ぐらいで食べれるみたいなの見てて、ほなタクシーの運転手さんもそこ私が言う前にそこおすすめやでって言ってくれたんで、多分ほんまにいいんだと思うんで、混んでないといいんですが行きたいと思います。あ、ホテル見えてきた。ここです。ということで部屋なんですけど、めっちゃ不思議な、私たちの部屋専用の階段があって、ここが部屋です。はい、入りましたらベッドが急にある感じで、でもねめっちゃ広いのは広いんですよ。でなんかこの昔コカコーラのなんか飲んでキャップ集めたらコカコーラ専用の冷蔵庫、ミニ冷蔵庫もらえますみたいなあったと思うんですけど、それではないけどそんな感じのミニ冷蔵庫があります。冷たくはないけど、で、あ、お水もサービスかな、それは助かります。でこんな感じでこっちが入り口で、でここが唯一の窓っていうか、でも何も見えない暗い窓があって、窓はそこだけなんですよ。でこの後ろ窓かなと思いきや、これ電気があって外っぽく見えてますけど、まあでもおしゃれなベッド、なんていうの、ベッドの後ろの壁の部分。ほんでこちら側が結構広々としたバスルームになっております。はい、でこんな感じで、このヨーロッパのホテルたまにありますけど、ここでタオル干してね、乾かしてねっていう、ここに多分温水が通るんですよね、それでタオル乾けますよっていうやつ。はい、そんな感じ。ヘアドライヤーもあります。私全然満足でございます。でちなみにこのホテル直前に予約したんですけれども、カナダドルで80ドルぐらいだったので、もっと安かったか、70、まあ、80ドルぐらいだったんで8000円ぐらいです、1泊。はい、にしたらめちゃくちゃ広いし、旧市街のど真ん中でいいんじゃないかなというふうには思っております。けどもうお腹がつきすぎてるんで、ちょっとお昼ご飯行きたいと思います。ちなみにホテルの唯一の窓を開けるの忘れたんですけど、ちょっと怖かったです。開かへんねん、これは。こんな感じ。
まあ、あの裏側って感じです、はい、裏側って感じです、はい、閉めとけばいいんで、そういう時は、はい、ないないして、ないないで、これで OK。 ホテルの目の前っていうか横にこんな大きな立派な建物があったとは、はい、今から部屋出てですね、ランチの場所に行きたいと思います。もうあのまた同じこと言って申し訳ないですけど、暑い、あ、ミスト出てきた、グッドタイミングでちょっと涼しくなった。もうここら辺に結構その昔の教会とか見どころがたくさん詰まってるみたいなんで、もうここ歩くだけでも十分楽しいと思うんですけど、腹が空いてちゃ何もできないということで、おお、この先にもすごい立派な建物だらけや。ちなみにルーマニアの国旗がこのこれか、赤、黄色、青、縦線、横線、横、た、よ、どっちや、たなびいてる旗がないから、すいません、本当にもうちょっと基礎知識入れてこないといけないの、本当は。あの電車の中でいろいろルーマニアの歴史とかについては調べてて、いろいろ興味深く読んでたんですけれども、あ、ここもなんかね、あとでちょっと行きたいと思うんですけど、教会です。でもものすごい歴史ある感じ、いつも見る教会とはちょっと形が違いますよね。でレストランはこちら、カルクベレ、この目の前のホテルですね、あ、ホテルじゃない、レストラン、ここをおすすめされたんで、ここでランチいただきたいと思います。ロケーションも最高、ほんまにこの目の前。 Hi, for you? Ah, inside please. Yes. 早い、回転が早い。おお、Thank you。 めっちゃ素敵なレストラン。これ最近作ったとかじゃなくて歴史があるってことですもんね。その後ろ吹き抜けみたいになってて、こう床のタイルもこんな感じです。タイル好きの私にはかなり嬉しいです。はい、こんな素敵なレストランなんでランチめちゃくちゃ高いと思うじゃないですか。ランチのコースが前菜、サラダ、メイン、そういう選び方なんかな。デザートつけたら9レオ高くなるんですけど、それでも、総額で、まあ、大体38レオなんで、38レオって言ったら日本円で1000円ぐらい、1000円しないぐらいなんですよ。それでランチコースがいただけるっていうデザート付きの、めちゃくちゃお得だと思いますんで、ここから頼みたいと思います。素敵な音楽が流れ始めました、生演奏。はい、まず1品目はこちらルーマニア料理のママリガでございます。粗挽きのトウモロコシの粉をですね、多分お湯かなんかでこう煮て、もちもちにさせた、ね、説明すごい難しいんですけど、食べたらめちゃくちゃ素朴な味、かなり薄味です。他の料理結構ルーマニア料理って味濃いもん多いんで、これで中和させてなみたいな、日本でいうお米的な存在ですかね。はい、そしてこちらはですね、白キャベツのサラダ。久々になんか野菜っていうかサラダ食べるわっていう感じ。東欧とかに入ってからずっとお肉料理続いてたんでね、あのさっぱりしていてずっと食べれます。なんかね、ソーセージ、ほんまに皮なしソーセージってあの説明書いてあったそれみたいな、ほんまにそのまま、ここにビッグマックのソースみたいなのついてるんですよ。これも美味しい。なんなんやろこのソースは。そしてこちらデザートのチーズパイと書いてありましたでございます。ミルフィーユ生地みたいな感じで、上に多分ラズベリーか、ストロベリー、ラズベリーっぽいソースがかかってて、めっちゃ匂い、美味しそうな匂いがします、香りがします。でもめちゃくちゃこれもサイズがでかい、こんだけありますからね、結構な大きさです。冷たいんかと思ったら熱々、ハフハフするのあかんぐらい熱いんですけど、ミルフィーユっていうよりかは卵、クレープっていうよりもなんか薄い卵焼きみたいなのを何層もしたような感じです。
卵感がすごいある。でふわふわしてますね。お腹ポワンポワンです。あれはすごい。あんだけ食べて1人1000円ぐらいっていう破格。大阪でもあんなランチはないです。あっこまでいろんなもん出て、あんだけの量で1000円ってないです。こちら東方正教会というところでございます。ちょっと帽子脱いで。でこちらルーマニアはですね、キリスト教正教会の一派でありますルーマニア正教会の信者が約 81% を占めているそうでございます。で教会の特徴として、先ほどご覧いただいたように、教会内部の壁にたくさん絵が描かれているんですけれども、ルーマニアでは教会の外側の壁にもたくさんの絵が描かれているということが特徴として挙げられるそうでございます。外観もものすごい独特な美しい丸い形のビルは世界どこにでもあれども、この丸ビルはまた特殊な、なんか古いんか新しくは絶対ないですけど、すごい壁の色が歴史感じるけど、大阪の丸ビルの3分の1ぐらいの高さでございます。なんかヨーロッパの石造りの建物というより、ブカレストでは私こういう建物の方が惹かれるんですけど、すごい中とか気になる。どんな感じなんやろ。今地下鉄の駅に向かっております。これ辺はエアコンのある家が多いみたいで、エアコンの室外機が香港とか台湾みたいにもうそのままベランダじゃなくて壁につけられてるんで、いつもこう落ちてきへんかなって不安になりますけどね。疲れて動いてない。落書きがでもすごいな。やっぱりちょっと落書きの多さは治安の悪さと比例するって言いますからね。でも降りてしまえばコカ・コーラの宣伝祭りや。コカ・コーラ、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 コカ・コーラ。ATM でちょっとお金下ろします。立派な駅です。改札めっちゃある。バンクーバーの駅なんかよりも全然立派。しかもタップ式。あ、違うんか。入れなあかんのか。ほんま海外行った時の改札機ってめちゃくちゃ緊張しません？なんかね、一筋縄で行かしてくれへんというか、改札機側がこう観光客に意地悪しようとするのかそれは知りませんけれどもね、難しい。でももう改札通ってしもたらこっちのもんです。あとはもうこう地下鉄下に降りましてですね、まあそんなに大阪とか東京みたいに路線がたくさんないので簡単です。大学は近くにあるんですかね。ユニバーシティ駅みたいなとこです。ユニバーサルシティちゃいますよ。1番線の電車は快速急行出町柳行きです。次の停車駅は京橋です。すいません、やっぱり駅来ちゃうとやっちゃうんです。やらせてください。すいません。はい、開くドアご注意ください。開くドアご注意ください。降りる方お先にお通しください。お車は前の方に進んでお進みください。お忘れ物ご注意ください。なんか駅怖っ暗い。この駅の名前のが結構怖いんですけど、なんかでもなんかかなり歴史がある地下鉄なんでしょうね。そんなもうピンピカピンで再建できたって感じじゃないから。あ、出るのはそのまま出ていいのね。そのパターンね。出るときはピーしなくていい。あっち。綺麗な公園にやってまいりました。あ、何ここ。ここものすごい可愛らしいカフェみたいな奥にあるやん。おしゃれそうな。お客さんもこの時間、今変な時間でね、もう4時なんですよ、夕方の。いや、ここすごいやん。奥にテラス席みたいになってて、さっき行ったレストランもすごく良かったけど。ということで、今どこに向かってるかというと、ルーマニアのなんか田舎とかにある伝統的な家とか教会とかを全部移築してまとめた公園、日本でいうと明治村みたいな。大丈夫かい。
酒からもうあれ痛いで、みんな、膝とか言わしたら大変やからね。あのそう、日本でいう明治村みたいな感じで、あの国中の歴史的な重要な建物を移して移築した公園があるんですって。今そこに向かっております。公園の一角にガージナジャポネーゼということで日本庭園がありました。なんかほんま、え、こんなとこにみたいな、こんなとこに日本人って番組あったと思うんですけど、こんなとこに日本庭園で、ほんまになんか結構各地に、え、急に日本庭園あるやんみたいなのよくあるんですよね。でも結構立派ですよ。日本の橋もあったりとか、水はないですけど石の灯籠があったりもしてます。ひこの日本庭園は日本万国博覧会記念協会の全面的援助にて日本ルーマニア文化交流協会にて作られたものですということでございます。暑い。はい、着きました。こちらですね、ビレッジミュージアム屋外博物館です。行きます。めちゃくちゃ広大な敷地にすんごい数の建物があるから一日中回れるってネットに書いてました。わあ、すっごい、めっちゃいっぱいいろんな家ある。わあ、かわいい家ありますやん。あ、全然来てない。大阪に鶴見緑地ってあるんですよ。あの昔花博、大阪花博やった跡地が鶴見緑地って言うんですけど、そこにあのその時の花博のあのものが残ってて、国際庭園が、国際庭園とかっていろんな国がこうその当時出展してた庭とかその国の建物とかを再現してるね、エリアが今も多分残ってると思うんですけど、そんな感じプラス明治村の雰囲気もある。入っていいってことかな、これ怖っ。高床式倉庫みたいな、お、まあまあ怖いけど天井引く。まあ中はちょっと暗いかこのままですけど、こんな感じです。よいしょ、邪魔します。おしゃれなベストをかけた。なんか本当思ってるヨーロッパの感じの建物ではないじゃないかな。どうですか、ここら辺とか。でもそうか、うわ、これめっちゃヨーロッパの色って感じする。白雪姫がこれ歌ってたやつじゃん、最初。誰か誰かのやつじゃん。聞いて聞いて、あ、ごめんなさい、何もなかったわ。今そこ歩いてたらまたあの中国かチャイナかって言われて、あ、日本人ですって言ったら、あ、日本語 の説明書あるからおいでおいでって言われて、あの建物の中、あ、そうなんですかって入っていって、そしたらお土産屋さんで、あの、わかります、すっごい20年ぐらい 前の写真で時計が止まってるみたいな写真集みたいなのあるじゃないですか、この国のいろんな、まあ、村とかの写真でも絶対今のじゃなくてめっちゃ前に撮ったやつみたいなやつの日本語とか中国語とか韓国語で書いてるその本がその売店というかお土産屋さんに売ってて、それをそんなことやったんですよ。いや、何や、買うやつかやと思って、そういうこと、そういうパターンかいと思って、あの、まあ、それは買わなかったんですけど、代わりにあのマグネットどっちにしても買うから、ルーマニアのこの国旗となんかルーマニアの模様みたいな刺繍の模様みたいなマグネット、これぐらいしかチョイスがなくって、まあでもこれ怖いですよね。なのでこれを買いました。代わりに本はいらないと思って、もう重たいし、はい、ということで、いらない場合は、まあ断るか、なんか別に気になるものあったら別のものを買うのもおすすめしたいと思います。はい、私みたいに何でもついてたらダメなんですね。はい、はい、マダムの皆さん、みんなで担げば重くない。はい、みんなで担げば重くない。これ一人やったら絶対重たいもん。壺を挟んでから上にこれ橋桁かけてますからね、頑張ってください。また地下鉄に乗ってですね、旧市街の方に帰ってきましたけど、ここまた別の地下鉄の駅で今降りたんですけど、めちゃくちゃ全部閉まってるお店が、ほんで落書きがすごい地下鉄の、まあ、お昼なんでこうやって子供連れの人とかもいるし、人通り多いから怖いとかは全くないですけど、まあ、夜で人気なかったら怖いでしょうね、これね。おー、すげえ、なんかこれすごくないですか、ここ。すっごい大規模な百貨店かと思ったらマクロー、あ、すごい、これ百貨店の感じやもん。そのこういう交差点にある大きいターミナルビルの上に看板あると思ったら、マクドはあんまないですよね。すごい、これはマクドの M、 こっちはメトロの M、 どうでもいいこと言ってます。行きましょう。猫ちゃんおるね。猫ちゃんに話したん。三毛猫もおるやんか。三毛猫も隠れてるやん。
人気やね、三毛猫。あ、ごめんごめん、邪魔したね。はい、行きます、行きます、すいません。おお、ここの教会もすごい独特な見た目。レンガをこうして使ったらデザインになるっていうね、いい例です。すごくこの辺の大通りなんですけれども、ここの辺の道も旧共産圏っていう感じが私にはしますけれども、どうでしょうか。他のヨーロッパであんまり見ないね、西ヨーロッパの方であんま見ない感じの作りの建物。ペプシにコカ・コーラが喧嘩してるやん、ここで。ザ・逆光となっております。これこそザ・逆光の逆光になっておりますけれども、こちらがですね、現在は国会議事堂として使われているそうなんですけれども、危ない、危ない、危ない、事故起きそうだった今。そこの建物はもともと国民の館っていう名前で建てられたそうです。ほんで実際1500億円、日本円にして1500億円もの、お金がかかってるんですよ、これを作るのに。ほんで、まあ、それそもそも作れって指示したのが独裁者のチャウシェスク大統領って方ですよね。で、もう私が生まれる前にですね、もう処刑されていらっしゃるんですね。でこのチャウシェスク氏なんですけれども、1960年代から24年にわたりましてルーマニア共産党政権の頂点に立つ独裁的権力者として君臨したそうです。ですがその後の強権的な統治や個人崇拝、国民の生活は困窮しているにもかかわらずですね、自身や自身の家族は優雅な生活、そして国民の館と呼ばれる先ほどお見せした超巨大な宮殿なんかを建設しましてですね、多くの国民は失望しまして、人気も支持も低下していきました。でその後ルーマニア革命で彼は完全に失脚しまして政権は崩壊。そして同年12月25日クリスマスの日、逃亡先におきまして革命軍の手によって妻エレナ氏と共に即決で死刑判決が下されました。でその後ルーマニア社会主義共和国という名前からですね、現在のルーマニアという国名に変わりまして今に至っております。まあ、ですがこのようにブカレスト市内にはですね、社会主義共産圏時代の雰囲気を残す建物が今もたくさん残っております。あそこマンションだと思うんですけど、あの広告かけられてる部分の部屋の人ってバルコニーから景色見えないんですかね。だってこの下の階の人まで普通にバルコニー、まあこうね、使ってはるから、これ風も通りにくそうやし暑そうですけどね、どうなんでしょうね。それではここで突然ですが、お待ちかねのローカルスーパーチェックのお時間です。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日ルーマニア産牛乳が青いと家族あたり1本までの大セール、また大人気のコカ・コーラ社製品も販売中。まあ、この声で全て説明しようと思いましたらかなり難しくなりますけれども、ルーマニアではこのようにハマスなんかも人気でございます。おでんによし、だし巻きによし、そのまま煮卵でもよしの卵、いかがでしょうか。夕方で日が欠けてきたんで、ここら辺も人が増えてまいりました。もうちょっと本当に日が下がらんとね、歩けんぐらいの暑さだったんでね、だいぶ良くなりました。このもうあの夕日っちのもめちゃくちゃ暑いんですけどね。うわ、こっちすごい。ちなみに今日は花金金盤ですから、まあここら辺飲み屋さんも多いからか、すんごい賑わっておりますね。キャワイワンコール、しっぽフリフリ。まあ犬の散歩はもうこんな暑い時は夕方が来ちゃうんですもんね。もうお昼食べ過ぎてお腹いっぱいなんで、夜はまさかのジェラートだけということにさせていただきまして、ありがとうございます。何にありがとうございますか分からんけど、はい。まあ、今回のヨーロッパ鉄道旅の中で様々なヨーロッパの国々を訪ねることができたんですけれども、こちらルーマニア、まあ、ブカレストはですね、これまでの、まあ、都市とはかなり違う雰囲気でございまして、まあ、なんて言ったらいいかちょっとよく分かりませんけれども、こう人が生きてる、人々が生活してるっていう感じがですね、ひしひしとひしひしと伝わってくる、そんな街でございます。夜ものすごい金盤やからか、噴水ショーがラスベガスのベラジオですかいう感じになってますけれども、すごい人でにぎわってます。
おはようございます。ルーマニアブカレストの朝でございます。めちゃくちゃ快適に寝れました。逆に窓がこんだけしかないんで全然朝バーって光入ってけへんかったから熟睡できました。ある意味結果オーライということで、でここのホテルもお得なお値段やのに朝食ついてるということで今からちょっと朝食行きたいと思います。ここの朝食は8時から11時ということで割と遅めの設定でございますけれども、今8時あもうえらい時間8時42分なんでご飯行きたいと思います。ちょっと野菜ないのは悲しいですけれども、パンにクロワッサンとかに 生卵ちゃうわゆで卵、ハム、サラミ、チーズ、サラミ、ほんでチーズケーキみたいな謎な朝食セットとなっております。旅行先で朝飲みたいドリンクランキング第1位のオレンジジュースがここにはなかったのでリンゴジュースです。クロワッサン食べるときはお皿の上で食べましょう。あのパリパリパリってなってね、皮がこうポロポロポロっと落ちますから、まあティッシュ引くか皿の上で食べましょう。はい、ということで先ほどホテルですね、ライブ配信をさせていただきまして、でもうチェックアウトいたしまして今ですねまた、ウーバーに乗って空港に行きたいと思います。ブカレストの国際空港。はい、ブダペストの空港着きましたけれども、なんか今まで来た駅とよく似てる、むしろ駅の方が立派なあのところありましたけど、エントランスこの表札っていうのはこの行き先表示板もすごい駅っぽくて、はい、これはこれで味が出ております。はい、ということで空港でもですねルーマニア料理のお店があったんで、まあそれはそれをしようということで、これはミートボールスープと、こっちなんかよくわからない ビアボイフサラダみたいな牛肉のサラダみたいな感じだと思うんですけど、はい、冷たいですこっちは。でこれで2つで、あとスパークリングウォーターで、67レリュレリュなんで、千何百円かな。これ美味しいです。ポテサラみたいな感じ、ポテサラに牛肉が入ってる感じ、だからツナマヨみたいな感じやけどその牛肉バージョンって感じ。ほんでお芋さんポテサラみたいな、うまく説明できないけどめっちゃ美味しい。ここの空港ねかなりちっちゃいです。で通路も狭いしゲートの周りに席があんまないからえらいごった返して、今ちょっと落ち着いてますけど結構ごたごたしてますね。ちなみにスタバ等の大型チェーンは入ってない、あの下の階にバーガーキングはありましたけれども、皆様本当に今回は10回シリーズでお届けさせていただきました、こちらヨーロッパ鉄道旅のシリーズ、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。で今度また別の動画でですね8日間で7カ国回ったこのヨーロッパ鉄道旅の様子をギュッとまとめてお届けできればというふうに思っております。もうこうやって改めて自分でも動画を編集していて思ったんですけれども、これほんまに8日間の出来事やったんかってめっちゃ思います。はい、7カ国も8日間で回れるんやっていうのもびっくりなんですけれどもね、もうね記憶がごちゃごちゃになる中動画を編集させていただくことで自分の旅行の記憶も整理することができました。ありがとうございます。この旅の間ですねずっと鉄道で東東へとやってきたわけでありますけれども、帰りは飛行機に乗って、まあ、スイス経由でですねパンパンとカナダバンクーバーに戻りました。ということで本当にですね改めましてこの動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録いいねの方もどうぞよろしくお願いいたします。また次の動画ですぐお会いしましょう。さよなら、バイバイ。